ニコラス・グレゴリー・バスは、アメリカ合衆国、ミシガン州オークランド郡、サウスフィールド出身の元プロ野球選手。右と左ひだ2006年の MLB ドラフト35巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名されたが、この時は入団しなかった。2008年の MLB ドラフト8巡目で再び、ドジャースから指名され、6月12日に契約。この年は、 参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでプロデビューし、36試合に出場して打率、279.4本塁が19打点に盗塁の成績を残した。2009年は A 級グレートレイクスルーンズでプレーし、110試合に出場して打率、260.10本塁が63打点、14盗塁の成績を残した。 2010年は開幕を A 級インランドエンパイアシックスティシクサーズで迎え65試合に出場した6月に A 級グレートレイクスへ降格となりここでは61試合に出場して打率285.1本類が23打点20盗塁の成績を残した2011年は A 級乱直モンがクエークスでプレーし115試合に 出場して打率。328.14本類が55打点28盗塁の成績を残した。2012年は A 級チャタヌーがルックアウトでプレーし、132試合に出場して打率。272.8本類が57打点19盗塁の成績を残した。2013年はトリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレー 同年のパシフィックコーストリーグのオールスターゲームに選出された。131試合に出場して打率303.17本塁が100打点21盗塁と好成績を残した。9月14日にメジャー初昇格を果たし、同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。代打として出場し3打数1安打だった。この年は8試合に出場した。 2014年3月5日にトリプル A 級アルバカーキへ降格し、そのまま開幕を迎えた。5月1日にディーフとなった。2014年5月4日にウェーバー工事を経てオークランドアスレチックスへ移籍。同日に参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ移動した。メジャー昇格のないまま、7月7日に40人枠を外れる形で、 トリプル A 級サクラメントへ配属された。オフに FA となった。2014年11月20日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2015年は1年間参加のトリプル A 級リノ、A シズでプレーし、110試合に出場して打率。260.10本類が63打点14、14盗塁の成績を残した。オフの11月6日に、 FA となった。2015年12月3日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2016年は参カの AAA 級ソルトレイクビーズで開幕を迎え、8月13日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。10月10日に40人枠から外れる形で、AAA 級ソルトレイクへ降格した後、13日に FA となった。 2017年1月16日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだ。トリプル a 級エルパソチワワズで114試合に出場し、リーグ7位の打率348、11本塁打、55打点をの成績を残したが、メジャー昇格の機会はなく11月6日に FA となった。2018年1月3日にミネソタツインズと マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。6月21日に FA となった。この年限りで現役を引退した。ありがとうございます。